はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り時々晴れ、気温23度、水温25度。今日も北寄りの風が強く吹いております。向かった先は竹富南黒島エリアでスリーダイブ楽しんできました。今日のゲスト様のリクエストはマンタです。まだマンタを一度も見たことないということなので、ぜひ見ていただきましょう。早速マンタらしき影が見えてきました。あっと、これはマダラトビエイ。マンタのようでマンタではありません。マンタよりもマダラトビエイの方が珍しいので、出会えると結構嬉しいんですよね。でマダラトビエイってすぐに逃げてしまうんですが、今日はゆっくりと観察することができました。最悪これマンタですって言っちゃおうかと思ったんですが、この後本物のマンタちゃんが現れてくれました。今日も黒島エリアにはプランクトンを捕食しにマンタがたくさん集まってきていました。このマンタはお昼休みのシュノーケルタイム中に見たマンタなんですが、もちろんダイビング中にもマンタを見ることができました。水面から見るマンタもいいですが、やっぱり下から見上げるマンタ美しいですね。しかもこのマンタめちゃくちゃ浅いリーフの上を泳いでいました。隣に映ってるゲスト様を見ていただけるとわかると思うんですが、水深2メートルないぐらいの浅さです。ここをぐる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 と回ってくれたので、もう今日もマンタお腹いっぱい見ることができました。明日はかなり風が強くなりそうです。安全第一でダイビングしていきたいと思います。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。